今回の話題は大谷翔平選手打撃妨害記録を今日も更新。なぜそんなに多発するのか。世界が衝撃、キャッチャーはイライラしてる、海外の反応ということについて紹介します。昨日1日休みを挟んで今日から始まった敵地プログレッシブフィールドでのガーディアンズとの3連戦初戦、そしてエンゼルスは今日から13連戦が始まりました。大谷翔平選手は3番 DH で出場し、2試合連発の9号ホームランは出るかに注目が集まった今日の試合。結果としては2四球1打撃妨害とヒットこそ出ませんでしたが、3出塁とチームに大きく貢献しました。さてそんな中、大谷翔平選手が獲得している打撃妨害について詳しく紹介したいと思います。今日第3打席で打撃妨害で出塁しましたが、今季39試合目にして5度目の打撃妨害となり、年間20回ペースと凄まじい記録となっているのです。エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストの実況パトリック・オニール氏は、キャッチャーはイライラしているでしょうと伝えています。なおエンゼルスでは2019年にトミー・ラステラ選手が記録した6の球団記録まで早くもあと1つと迫っており、2009年ダリン・アースタッド選手の5個に並ぶ3人目の記録です。またこれまでの MLB 最多打撃妨害記録はジャコビー・エルズベリー選手の通算31回で、今シーズンに限れば複数回の打撃妨害は大谷翔平選手だけのようです。ちなみに日本では打撃妨害がトレンド入りするなど大きな注目が集まっています。なぜ大谷翔平選手にこれだけ打撃妨害が多いのかについては様々な声が上がっていますが、デイリースポーツ評論家関本志俊氏は、振り遅れプラスキャッチャーがミットを突き出していることが重なって発生、偶然ではなくて大谷だからこそ起きている、今季の本塁打は低めの変化球を引きつけて舞い上げるようにして運んでいる、もともとポイントは近いが変化球が落ちきったところで打とうという意識がより強いのかもしれない、前に突っ込んで打つバッターはミットに当たらない、打撃妨害は振り遅れてとっさにバットを出しているようだけど後ろを大きくしてファウルするようにスイングするからミットに当たる、これも大谷だからこそ反応できる高い技術と分析しています。さてそれではここから大谷翔平選手に打撃妨害の多さについてのネット上の声を紹介します。打撃妨害多いね、大谷の打撃妨害のスイング見たけど後ろでかすぎやろ、わざとやってないかこれ、打撃妨害って打者に拒否する権利があってもいいのでは、バットが長いのでは、大谷今日お散歩マンじゃん、なお打撃妨害は出塁率に出ないから指標的には美味しくないぞ、個人的に今年バット2センチちょい伸ばしたのと腕長いのと打席の一番後ろに立ってるとのスイングスピード速すぎるからめっちゃギリギリまで見極めて当てれるからっていう普通に一流すぎるからなってることだと思ってます。あなたはどう思いますか。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。